詰め替え用を先に買ってしまったんです。ところが探しても探しても容器入りが見つけられず、結局ネットで購入。その話を子供にしたら、最近はお気に入りの容器に入れている人が増えてるんじゃないのって。おしゃれさんが増えてるんですかねと。愛しべさんは容器を別に買ってシャンプーとか入れて使ってますか？お料理上手だから調味料とかおしゃれな容器使ってそうということですが、僕はねあんまりこだわってない方ですね。確かに塩とか砂糖とかもありますからね、移し替えて。なんかそれ専用の容器じゃないと塩とかって結構出なかったりしません？僕は買ったこともあるんですけれども、あんまり好きじゃないですね、やっぱりね。例えばお醤油とかも、その今ではその垂れるのを防止してくれるものが結構あるんですけれども、なんかこう出が悪くなったり、こう詰め替えするのが結局めんどくさいので、容器のまま使っちゃうんですよね。こういうとあんまりおしゃれじゃないから、お醤油ぐらいはこだわってもいいのかなって思いますけれども、でも詰め替え用しか売ってないっていうのは結構あるのかもしれないですね。続いて